平野紫耀850万円超高級時計を特定。嫌味がないのは才能か元キング・アンド・スのメンバーであり、俳優としても活躍する平野紫耀が、自身のインスタグラムに投稿したプライベートショットが話題となっています。その写真に写る腕時計の価格が驚くべきものであり、一部のファッションアイテムと共に特定されています。 一見すると高級ブランドを身につけているように思われる平野仕様ですが、彼のファッションに対するアプローチはファンに愛され嫌味がないと称されています。本記事では平野仕様の高級時計と私服スタイルについて彼の才能とファンの反応に迫ります。 7月30日、平野紫陽が自身のインスタグラムに投稿したプライベートショットが多くの注目を集めました。その写真には、彼がカフェらしき場所でレモンの輪切りが浮かぶジュースを飲んでいる姿が映っており、その日の暑さを吹き飛ばすような涼しげな雰囲気が感じられました。しかし、彼のファッションに注目するファンたちからは、特定された高級アイテムが話題となりました。 そのファッションアイテムとは、ロエベの新作ロゴ入り T シャツや、Go with h イト、i とクレバの限定コラボモデルの靴などですが、特に注目を集めたのが腕時計でした。彼が身につけている腕時計は、パベダイヤモンド入りダイヤルのロレックスデイデイトであり、定価は実に850万円以上と言われています。 これは一般の人々にとっては驚くべき価格であり、一部のファンはその豪華な腕時計に興味津々となりました。一般的にアイドルが私服で高級ブランドを身につける際には、成金感が嫌だ、といった批判が巻き起こることもありますが、平野仕様の場合は異なるようです。 ファンたちからは、わかりやすいロゴ T 着て、ギラギラのロレックスしてるのに、全く嫌味がないのは平野仕用の才能。ゴールドとダイヤモンドのアクセサリー高級腕時計ロエベっていう主張の強い格好なのにこの写真から伝わってくるのはむしろ日本の夏のレモネードのように甘酸っぱい爽やかさと賞賛の声が相次いでいます。 平野紫仕様の高級時計に対するこうしたポジティブな反応には、彼の個性と魅力が現れているのかもしれません。彼は以前から、バイク、車、釣り、サバゲー、時計集め、という趣味を公言しており、このような高級時計をコレクションしている可能性も考えられます。一方で、俳優の川口春奈も昨年以降、私物の時計コレクションが話題となっており、 彼女の場合はファンからの評価が分かれています。一部のファンは、さすが売れっ子女優。自分へのご褒美は大切ですね。と、好意的に受け入れる一方で、いつもの庶民派アピールがわざとらしく見えてきた。腕時計自慢するためにインスタにアップしてないといったネガティブな声も見受けられます。平野志耀と川口春菜の違いは何なのでしょうか 川口春菜との違いは、平野紫耀が高級アイテムを身につけているにもかかわらず、嫌味がないというファンの反応が一般的である点です。彼の個性や愛されるキャラクターが高級アイテムを身につけても受け入れられる要因となっていると言えるでしょう。元キング・アンドプスの平野紫耀がインスタグラムに投稿したプライベートショットに映る高級時計が話題となっています。 一部のファッションアイテムと共に特定されたこの高級時計は、パベダイヤモンド入りダイヤルのロレックスデイデイトであり、定価は実に850万円以上と言われています。しかし、彼の個性やファッションセンスにより嫌味がないと称される反応が一般的です。 一般的にアイドルが高級アイテムを身につける際には批判が巻き起こることもありますが、平野紫仕様の場合はファンからの指示を受けています。彼の才能や魅力が高級アイテムを身につけても愛される要因となっていることが伺えます。高級時計を身につけることに対して賛否が分かれる川口春菜とは対照的に、平野紫仕様はファンからポジティブな反応を受けています。 彼のこれからの私服スタイルにも期待が寄せられることでしょう。